皆さんご無沙汰、ゆっくりマリサだぜ。初っ端だけどここ最近動画投稿の感覚めっちゃガバガバで申し訳ないな。まあわかっちゃいたけど年末はどうしても忙しくってね。企画のネタはあれども、なかなか編集に割く時間がないのが現状だわ。本当だったらクリスマスなりお正月なりにちょっと特別な動画とか作ろうと思ってたんだが、この調子だとそんな余裕もなさそうだなこや。まあ他にもやるべき企画はあるわけだし、いつも通りの平常運転で行こうじゃないの。で、この背景から察するに今日やっていくのは、ああ、本日の動画は前回に引き続き、天百解説シリーズの第6弾。収録、極み開花についての補足と解説、をやっていくぜ。極み開花といえば前回の動画、蜜剣別育成解説の最後の方で出てきたワードよね。3つの特化型について説明するときに軽く触れた程度だったけど。そうそう、あまりにもさらっと流した箇所だったから、初心者の人にはその重要性が伝わりにくかったことだろう。そこで今回は、前回の補足動画として、極み開花のシステムについて詳しく掘り下げていくぜ。極み開花は、蜜剣育成を語る上で欠かせない超重要な要素でもあるから。最近天下百剣始めたんだよねーって人はぜひこの機会に予習しておきましょうね。よし、それじゃあ早速、極み開花についての補足と解説やっていくぜ。さて、まずは手始めに、極み開花についての基本的なシステムから紹介していこう。極み開花というのは、通常の能力開花をすべて開くと解放されるいわば蜜剣の最終進化段階。前回の内容と重複するが、蜜剣をより強くしていくためには、レベルアップや装備の拡充と並んで重要なファクターを占めていると言ってもいいな。ただこの極み開花は、さっき言った通り通常の能力開花の全開放が最低条件だから、必然的にレベルの限界突破が済んだ、いわゆる貫突済みの蜜剣に限定されるぜ。通常能力開花は、レベルの限界突破をすることで次のシートが解放されてく仕様だからな。ちなみにその極み開花が解放される映像はこんな感じ。とまあ、こんな演出とともに極み開花のシートが解放されるぜ。とつりやすい SR 蜜剣はともかく、UR 蜜剣なんかはそうポンポン貫突もできないだろうから。どの UR 蜜剣を突っていくかは、この極み開花のことも念頭によく吟味して決めた方がいいぜ。もちろんその分、この極み開花を解放させることで得られる恩恵もでかいがな。で、そんな極み開花についてだが、大きく分けて3つの特徴がある。まず1つ目は、通常の能力開花よりも強力な強化パネルが揃っていること。無論通常の能力パネルにも重要なものはあるが、こっちの極み開花にはさらに有用なパネルが存在している。蜜剣のキャラによっては、通常の開花までならそんなにって感じの性能でも、極み開花を解放することで一転して強キャラに大化けする子もいるくらいだぜ。そして二つ目は、一つのパネルにつき最大5回まで開くことのできる多段方式の強化システム。そう、通常の能力パネルってのが一回開けばそれで解放完了なのはご承知のことと思うが、この極み開花はマックス5回までパネルが開け、能力を強化していくことができるのが大きな違い。あ、ちなみにこの最大5段階の極みパネル、どの段階であってもその上昇値は変わらないぜ。普通段階を踏んでいくごとに効果は上がっていくものかと思いきやそんなことはなく、最初の1段階目でも、最後の5段階目でも、伸びる能力値は全て一緒ってのがミソだな。このことについては、後に触れる別の話題にも関係してくるからちょっと頭の片隅に置いといてくれだぜ。で最後3つ目は、極みパネルを開いていくのには、御霊の雫っていう専用アイテムが必要になるって点。これまでの能力開花では、主に銅鏡や勾玉、それに属性別のこれらの素材を使って強化を進めていくが、極み開花では今画面に映っているこのアイテムを消費してパネルを開いていくんだぜ。そして前述の通り、極み開花は複数回開いていける仕様なわけだが、その時必要になる御霊の雫の数は、1段階目は2つ、2段階目には5つといった具合に、段階を重ねるごとに消費量が増えていくのでその点もお忘れなく。でもって肝心の御霊の雫の集め方、というか作り方についてなんだけど、これに関しては次のコーナーで霊夢に詳しく解説してもらうことにしよう。というわけでひとまず、ここまでの説明をまとめてみると、極み開花とは、通常の能力開花をすべて済ませると解放されるスペシャルな強化シートであり、それぞれのパネルごとに最大5回まで開くことができ、そのためには御霊の雫という専用素材が必要になる。って感じ。と、以上のことを踏まえた上で、次は極みパネルを開くのに必要な御霊の雫。このアイテムについて説明、収集方法などを解説していくぜ。それじゃあマリサからバトンタッチして、今度は私が御霊の雫について説明していくわ。極みパネルを開いていくのに必要なこの雫、まずはじめに言っておくと、
現物そのままで手に入る機会はあんまりなくって、いろいろな素材を元に生成して作り出すのが基本。まあたまーにだけど、なんかの記念のログインボーナスとか任務報酬でゲットできる時もあるけどね。基本的には自分で作って増やしてくって認識でいいと思うわ。でもってその生成方法なんだけど、これがちょっと回りくどい手順を踏むことになるのよね。これから具体的に説明していくけど、ちょっとややこしいからしっかりついてきてちょうだい。最初に大まかな流れを言っておくと、まずはじめに、輝く器のかけらっていうアイテムを用意する。次にこの輝く器のかけらを交換所に持って行って、雫の器っていうアイテムと交換してもらう。そしてその雫の器を工房に持って行き、その他の素材と組み合わせることで晴れて御霊の雫の出来上がり。とまあ、こんな感じに役所の手続きにたくワンクッションもツークッションも挟む仕様になってるのよ。こうして簡略化してみれば、3つの手順を踏むだけって風に見えるけど、実際はそれぞれの工程で補足説明することが多々あって覚えることも多いのよねー。まあともかく、次は各工程について一つずつ掘り下げて解説していきましょう。まず第一の工程として、すべての素材のスタートとも言える輝く器のかけらを用意するところから。この器のかけらは、手近なところでは上等のクリア報酬としていつでも手に入れられるほか、イベントのミッション報酬とかからもちょくちょくゲットできるわね。正直この器のかけらに関しては、よっぽどのことがない限り枯渇することはないと思うわ。上等っていう常設の収集場所もあるし、これから語ってくけど、交換限度の問題もあるからね。ということで、素材生成の第一歩、輝く器のかけらについてはこんなところ。続いて第二工程の、雫の器について。雫の器は、さっきも言った通り交換所にて器のかけらと引き換えに交換できるもの。交換所には、交換レートの安いものとちょっと高めのもの二つの設定があるけど、まあ普通にレートの低い方から優先的に交換してった方がいいわね。交換所の器の在庫には限りがあって、一月の間に交換できる数には限度があるわ。もちろん月をまたげば在庫状況はリセットされ、新たな器が補充されるけどね。と、この在庫システムがあるため、交換元の器のかけらは大抵持て余しがちになるんだけど、さすがに毎月全部の器を交換するとなるとかけらも足りなくなると思うから、このあたりはかけらのストック状況、日頃のゲームプレイのペースと相談って感じね。あ、あとこの雫の器は、イベントの周回報酬としても入手可能で、これも同じく交換所のイベントコーナーに並んでる時があるからその都度チェックしてみてね。そんなわけで第2ステップ、雫の器の入手方法については以上。もう次で最後だからあとちょっと頑張ってついてきて。ラスト第3工程、ここへ来て良いとこ先は見パネルを開くための、御霊の雫が完成するわ。画面にある工房のページ、その一番下に御霊の雫ってそのものズバリのバナーがあるからそこをタップ。するとこんな感じに、今まで集めてきた雫の器と、その他どの素材と組み合わせるか選ぶメニューが出てくるわ。この中から任意の組み合わせを選択し、それら素材を消費して御霊の雫が出来上がるってわけね。こうしてまとめてみるとえらい長い道のりに感じるわ。で、どの素材と組み合わせるのがいいのってのはみんな気になると思うけど、個人的には御霊か、属性別の核端、このどちらかをおすすめするわ。まず御霊についてだけど、これは SR 御剣専用の限界突破アイテムで、以前別の解説動画でも触れた通り、ゲームを進めていけばそのうちダダ余りになる素材。手持ちの SR 御剣の幻突が全て済んでるのなら、ここで使っちゃうのがマーベターね。そしてもう一つ、属性別の核端、これを使っていくのも個人的にありよりのあり。SR 素材である核端、通称キリンシリーズは、主に中難度から高難度のステージでドロップし、極み開花以外にも、通常の能力開花などでも必要になる素材ね。それでこのキリン、言っても SR 素材だから貴重っちゃ貴重なんだけど、意外にも使用頻度は高くなくて、入ってくる量よりも出ていく量の方が少ないから、なんだかんだ気づいたら溜まってる素材なのよね。その他の素材は、キリンに比べて使用する機会も求められる消費量も多いので結構不足になりがち。その辺の需要と供給のバランスを考えると、御霊の雫用の合成素材はキリンシリーズがいいと思うわ。キリンシリーズは、平時では主に上等の上級ないし極級が収穫場所になるけど、毎月下旬に開催される、討伐特務っていうイベントの中級から上級はさらに美味しい収集スポット。普段あまり上等とか潜ってなく、キリンに限らず慢性的に素材不足に悩まされてる人は、この討伐特務の期間中だけは、素材集めのために特務を周回するのがおすすめよ。たまに質問としてくる、〇〇って素材を集めるのにはどこが効率いいですかってコメントに対しても、平常時なら上等の上級もしくは極級を周回。そして討伐特務が開催中なら、特務の中級から上級一択っていうのをこの場で回答させてもらうわ。
雫用のキリン集めに限らず、SR の銅鏡やマガタマみたく貴重な素材もドロップする討伐特務は、周回効率としてもうまうまなボーナスステージだから、開催中は特務を周回するのを強く進めるわ。ということで、最後の方素材集めの話になっちゃったけど、以上が極み開花のためのキーアイテム。御霊の雫の作り方、およびその手順についての解説でした。簡単にまとめると、欠片を集める、それを器と交換する、そしてそれを元に雫を作るって感じ。初心者の人にはかなりややこしいと思うけど、焦らず一つずつ覚えていってね。それじゃあ最後に、実際に極みパネルを開けていく段についての話をしていきましょう。さあ、ここまでの解説で、極み開花の簡単な概要と開花方法が分かったところで、次はいざ開花していく上で気をつけること、覚えておくべきことについて話しておこう。今まで語ってきたように、極み開花には煙突に素材収集にと多大な労力を注ぎ込むもので、当然のこと誰も彼もというわけにはいかず、開花させる蜜剣は厳選していきたいところ。ここでは、どのキャラをどう開花させていくべきか、一つの考える指標のようなものを提示していくぜ。まず根本的なこと、どの蜜剣を極み開花させていくべきって疑問についてだが、これははっきり言って、推しの子やお気に入りの子、普段からよく使っている子を優先的に開花させていくべきだな。やっぱりそれかいって思うかもしれないけど、結局使ってて満足度の高いキャラってそういうことだからね。ただそれでも、特に推しの子とかいなくて、純粋に性能で選びたいっていうのも全然ありだと思うぜ。動画序盤でも言ったが、蜜剣の中にはこの極み開花まで来ると一気に大化けする子もいて、私の知っている範囲では、SR では菊一文字のリムネに歌手清光。UR では、千字村まさに風鎮切光よ、小ガラス丸、それに太郎たちの4人あたりは、極み開花で化ける、もしくは使い勝手が大きく変わると聞いたことがあるな。この子ら以外にも、いやこの蜜剣も極み開花でめっちゃ強くなるよっていうのがあれば、コメント欄にて情報提供、情報共有してくれると嬉しいぜ。それ以外では、攻撃の初速アップやリーチ拡大、剣技アップのパネルがある蜜剣は強キャラの部類だと思う。まあもちろん、その他大勢の蜜剣であっても、極み開花するしないでは運命の差が生まれるし、大抵どの子も実戦で使うには十二分に強くなれるので、あんま考えすぎることもないぜ。でもって続いては、どのパネルをどの程度開けてけばいいって疑問についてだけど、これに関しては蜜剣の選定以上に慎重に吟味すべきところね。パネルを開くのに必要な素材、御霊の雫が貴重だからってのももちろんあるんだけど、まあこれを話す前に、まずは優先度の高い有用なパネルについて紹介していきましょう。前もって断っておくけど、これももちろん私たちの独断と偏見に基づくランキングだから、まあ一隊長の個人的意見として話半分に聞いてちょうだいね。それでは早速、極み開花優先度 S ランク。これが極みシートにあれば必ず解放させるべき有能パネルがこちら。上記の5つが、最優先で開いていくべき強化パネルとなっているわ。全体として、とにかく攻撃性能を伸ばすパネルが優先度高いのよね。攻撃系闘争の強化は全キャラ共通で備わってるけども、攻撃の初速アップは結構レア。やっぱり DPS を高められるってのは実戦において大きな差を生むからね。他にも得意技のクールタイム短縮やガッツは生存率を上げるのにつながり、討伐特務の極級といった高難度ステージでは心強い命綱になってくれるわ。ここに載せられているパネルは、闘争強化を除いてあるだけでもかなりラッキーだから。これから極み開花していく蜜剣にこれらがあればぜひ候補に入れてみてね。続いて優先度 A ランク、基本有用だが場合によっては重要度が落ちるかも。そんな A ランクの極みパネルがこちらの7つ。だいたいこんな感じのラインナップになっているぜ。さっきの S ランクが規格外ってだけで、こっちのパネルも基本的に優秀なものが多く。とりわけ剣技アップ、踏み込み距離拡大、通常攻撃の上限突破は S ランクに入れるか迷ったくらいだ。それに防御系闘争の強化や非ダメージ減少も、一部のプレイスキル強強隊長以外には十分需要あるし、波払いや強撃といった足の遅いキャラには、移動速度アップがあると格段に立ち回りが安定するぜ。総じて言うと、開花の順序の問題であってこっちの A ランクもいずれは解放必須。S ランクのパネルの解放がひとしきり済んだら、これらのパネルにも育成の手を伸ばしていこうな。そして最後 B ランク、開くかどうかはまあお好みでどうぞ。S、A ランクと比べるとやや優先度の落ちる B ランクのパネルがこれら。以上の8つが B ランク、好みや場合によっては開く価値ありといったパネルね。ざっと見た感じ、得意技や奥義関連の強化パネルが目につくわね。得意技は、クールタイム短縮だけは重要度高いけど、それは無敵時間による回避目的が主であって、実際のところダメージソースとして運用することってあんまないのよね。それは奥義の方も同じで、基本このゲームは通常攻撃で殴ってる方が早いから、
一部のぶっ壊れな例外を除いて、得意技や奥義関連は極みパネルの中では優先度落ちるのよ。とか、ダッシュ中の無敵時間延長やダウン回避についてもご自由にどうぞといった感じ。総評としては、まあ S から A ランクのパネル含めある程度強化が済んで、他に雫を使う予定がなければ、ストックの範疇でちょこっと開けてみるのもいいんじゃないかしら。と言っても、中には得意技や奥義を強化する価値のある三剣もいるからケースバイケース。といった具合に、以上が優先度 B ランクの極みパネルの解説でした。あとこれは補足だけど、番外編としてあと2つ、特殊なパネルも紹介しておくぜ。それというのがこれ、特殊行動の強化と投げコマンド追加のパネル。特殊行動の強化はまあ書いて字の通りで、特殊行動持ちの三剣には大抵ついてるパネル。これに関しては、その重要度が三剣によってかなり大きく変動するのに加えて、そもそもこのパネルが存在するかどうかもキャラに依存するって点を加味して番外扱いとした次第。そして投げパネルについては、以前のやってはいけない3つのことって動画でも触れたが、このパネルを本当に開くかどうかはよく考えて決めた方がいいと思うぜ。このパネルに限ったことじゃないんだが、パネルは一度開いたら後から取り消すことができなくて、特にこの投げパネルは実際のコマンド、使い勝手に直で影響を及ぼすタイプだから、実際開いてみて、あれなんか思ってた感じと違うんですけどってなるとマジで悲惨だぜ。とはいえ投げパネルも、強化を進めていけば十分強力な技になるので、必ずしも地雷パネルというわけではないということはここでも繰り返させてもらうぜ。特に近接戦が苦手な遠当てタイプや、俊敏性に劣る強撃投げ払いタイプとは相性が良く、本当に三剣によって、あるいはプレイヤースキルによって投げが生きるかどうかは全然変わってくるんだな。ということで以上が番外編、特殊行動強化と投げパネルについての紹介でした。そしてこれが最後の解説、各パネルはどの程度開けばいいのかっていう点について、極みパネルは、どれも最大5回まで開いていけるっていうのはすでに述べたけど、段階を追うごとに、要求される御霊の雫の数は上がっていくのよ。この詳しい雫の必要数は上にある通り、1段階目と2段階目までは求められる雫も少ないけど、3段階目から急に数が増えてきて、最後の5段階目とかも早解放させる気ねえだろってレベルで必要数が増えてるのがわかるわね。と、このように、極み開花には結構な数の御霊の雫を消費するから、パネルごとにいかに雫を振り分けていくかが重要になってくるわ。三剣の育成ペースはもちろん人それぞれだけど、私たちはこんな感じを一つの目安としてるわね。1、2段階目までなら消費する雫も少ないから、割と気軽に開けてってるし、主力メンバーや推しの子たちの優先度の高いパネルは3、4段階目まで解放。そして5段階目は完全スルー、とまあそんな感じで雫を使ってってるわ。重要なのは、極みパネルの強化の上昇値がどの段階でも全て一定という点。雫2個で開けられる1段階目でも、900個必要な5段階目でも、伸びる数値は全部同じ。だからこそ、よっぽどのこだわりがない限り5段目までは開く必要はないわ。一つ開くのに雫900とか普通に正気の沙汰じゃないし、それだけの雫があれば他にいくつのパネルが開けられるんだ。って思うと、ねえ？ちなみに参考までに、一人の極みシートをすべて埋めるのに必要な御霊の雫の数は、実に11,143個。極み開花をコンプした人とかマジで尊敬に値するわ。ともあれ、雫が貴重な開花素材であることには変わりないから、極み開花の雫の割り振り、使用配分は各々よく考えてね。推しの子一人二人に全雫突っ走る人もいれば、私らみたく浅く広く育てていく人もいる。そんな風に、体調によって育成方針が違うのもこのゲームの醍醐味だと思うわ。というわけで、これにて極み開花についての解説は終了。今回も案の定強弱になったけど、みんな最後までご視聴お疲れ様ね。と、そんなこんなで本日の動画はここまで。今回は極み開花の概要と御霊の雫の作り方、そして開花シートについて解説してきたけどどうだった？初心者の人にはかなり情報量多くてややこしかったんじゃないかな。まあ今回扱った極み開花は、割と中級者から上級者向けの内容だから、初心者の人は一度で全部覚えられなくても大丈夫。段階ごとに少しずつ覚えていけばいいと思うわ。極み開花に関しては現状、いわゆるエンドコンテンツ的な要素だし、今すぐに雫がどうだ、素材がどうだってな風に考えなくてもいいぜ。焦らず自分のペースで、自分の気に入った子を育てていこうな。そしていつか極み開花の段階までたどり着いた時には、この動画を一つの参考にしてもらえれば嬉しいぜ。また、今回の動画について不明な点、質問等々があればコメント欄にどうぞ。返信は遅めだけど、私たちの知っている範囲でお答えさせてもらうわ。それじゃあ本日の動画はここまで、みんな最後までご視聴ありがとうだぜ。よければ高評価やチャンネル登録もよろしくね。みんな良い天100ライフを、じゃあね、バイバイ。